こんにちは、マルコメオミヤです。捨てられないファムでおなじみの我が家ですが、引っ越しまで1週間ちょっととなると、長年くすぶってた尻にもさすがに火がつきます。ということで、今日はずっと目をそらしていた寝室の押し入れの断捨離をやっていきます。相も変わらず喘息治療中で聞き苦しい声だと思いますが、お付き合いいただけたら嬉しいです。我が家の三大押し入れの一つ、寝室の押し入れは非常に使いにくいで有名です。人が立てるスペースの狭さもそうですが、息が合わないとこのように襖にサンドされるので、ちょっと危ないです。そんな押し入れの奥からコツコツ溜め込まれた大量のハンガーが出てきた時は、カラスでも住み着いてるんじゃないかと思いましたが、ここは正真正銘押し入れであり、旦那のクローゼットでもあります。昔よく着てた、貸してもらって。私のインナーが不足している時に旦那からよく借りていた思い出のテロテロって。これワンピースじゃん、ね、ワンピースとして着れるかな、うん、旦那の衣類はテロテロになるまで着倒されがちです。え、こんなん着てたっけ。なんかのブランドなの。なんだっけ、どれ。伊藤洋子堂。違う、結婚前に買った服なので、かれこれ7年以上取ってあるものだと思われます。これは長年ずっと着続けていたユニクロのフリース。あ、懐かしい、こんなん着てたね。うん、あ、何着てんの。ちょ、一回ファッションショーしないと。あ、そうだ、これ頭にね。うん、これなんかね、丈が短い。洗濯するたびに袖は伸びるのに丈は縮んでいくので、徐々に徐々に萌え袖へそ出しおじさんになっていく危ういアイテム。昔はおしゃれ着洗いを徹底していなかったので、洗濯で服を伸ばしてしまうこともしばしばありました。アディオス。じゃあゴリアド、これもいらないの。昔フットサルをしていた時のユニフォームだそうです。これいらん。3着5000円で買ったお買い得なスーツです。え、泣いてんじゃん。嘘。あのの履き方がさ、ガキ大将の膝小僧くらい開いてる。しかも尻の部分にすごい、ほら指入るくらい。滑り台滑ったのかな。穴のサイズ感と場所が絶妙に面白くて、ちょっと取っておきたくなりましたが、ぐっとこらえてさようなら。旦那が東南アジアで仕事をしていた時の清掃です。日本でいうスーツのような扱いです。1万円。私も一緒に行く予定だったのでレディースも買っていましたが、コロナ情勢で行けなくなったので、泣く泣くメルカリで売った過去があります。おしゃれな古着屋さんとかだといい具合に買い取ってくれるかもしれません。あ、でも意外と着れるかも。菅田将暉と小松菜奈夫婦だったらおしゃれに着こなせると思いますが、残念ながら我々夫婦の手に渡ってしまったので、このシャツもその素敵なポテンシャルを生かしきれず無念だったと思います。ちょうど乗ってきたところで息子が目を覚ましました。抱っこ抱っこ。起きた。誰か取っておく夏服は後で段ボールに詰めておくそうです。これお母さんとお父さんが結婚する前にお揃いで買ったの、服を。お父さんが黒で、お母さんが懐かしいね、一旦もめんみたいに腕が伸びました。お揃いの服買うことなんてあったんだね。ここから旦那が息子の相手をするので、私は押し入れの冒険を進めていきます。手を捨てないでね。犬の後ろ。服だけでなく、奥の方にはめんどくさいものが追いやられがちです。これ誰のもの。私だっけ。そうだよ、最初それにさ、あれだよ、あのハンガー入れてた。あー、何
雪国には欠かせないアイテム、車の雪下ろしグッズです。雪の降らない関東に住んでいるにもかかわらず、5年間ずっと手放せずにいました。豪雪の地域で生まれ育ったものですから、これを失うことへの恐怖が魂に刻まれちまってるんだと思います。出先で雪が降った時、これが車に乗っていなかった時の絶望感たるや、思い出すのも恐ろしいです。タブレットがない時代に使っていたペンタブの空箱です。いつか売る時が来るかもとか、しまう時に使うかもとか、かもしれないマインドで取っておきがちの空箱ですが、実際取っておいて使った試しがありません。今度から空箱はすぐ捨てようという教訓になりました。使わないのに無駄に取ってあるシリーズの最高峰、それがこちらのワイパーです。お父の独身時代の車。独身時代です。今使っている車には使えないのに、ワイパーという貴重そうな響きだけで手放せずにいました。今の車には使えないもんね。なんでワイパーあるの。おそらくサービスでもらったものだと思いますが、なんせ古いので詳細不明です。お次もまたずっしりしたものが出てきました。雪国にいた時は家宝のような存在だったトルクレンチです。今はタイヤ交換をすることもないので売ろうと思います。で、この箱はいらないよね。なんで箱取っとくんだろうね。この箱めっちゃ硬いな。なんかまたしまうことある。夫婦揃って同じような理由で空箱を取っているのもそうですが、硬い箱がなんか捨てられないのも共感してしまいます。この箱は捨てておきます。はい、綺麗になりました。 あとそれとどうか。ここも私のクローゼット同様、突っ張り棒が設けられています。クローゼットがない我が家の衣類事情を5年間支え続けてくれたこの棒には大変感謝しています。ありがとうの気持ちとともにゴミに出しておきます。取り残された上着類はもう一つのクローゼットにしまっておきます。 あとそこはあるんだ。そう、めちゃめちゃ気が乗らないですが、やるしかない。あ、でもそう、今も使えるよね。辛いっす。これと昔使っていたおもちゃやインテリアグッズです。懐かしいです。ダイソーで買った草の数々、インテリアに手軽に挑戦できるのはいいですが、いざ飾ってみるとなんか違うとなりがちです。100均のインテリアや収納でおしゃれな暮らしができないかとあがいた時代もありましたが、買うハードルの低さとは裏腹に使う時の難易度が高いことを思い知りました。可愛くてつい買っちゃうよね、こういうの。100均小物をうまく使いこなすにはそれなりのセンスや経験が必要です。こちらは息子のベビー時代の青春、アンパンマンのお友達です。息子からの号が出たらクリーニングした後施設に寄付する予定です。寄付って何？突発的な思いつきで芝っぽいものを買ったこともありました。こういうイベント的に買ったものは使わなくなってもなかなかすぐには捨てられないものです。ハロウィンです。100均ですぐイベントグッズを買いがちです。色水遊びとかスライムして、で一回なんかこしてまた再利用しようとして救い出したやつらだ。これらのキラキラ一式も100均のものにお世話になりました。くきれだね。いくらば十分か。しまい込んで数年存在を忘れていたものが続々出てきます。なにこれ、何これ。びっくりするくらい記憶にない怪しいケーブル。なにこれ。一回も使ったことがないので快速ゴミ箱行き決定。 IKEA に行った時に興奮して買った食器たちも出てきました。
この小さいお皿は5個買って現在3個が食卓で活躍しています。耐熱のものが欲しくて買ったガラスのボウルですが、割れやすさゆえ保管場所に困って今の環境では使いませんでした。木のスプーンは遊びで使っていろんなものが染み込んでいるので一旦捨てます。これさ、買ったはいいけど使い道ないんだよね。うん、もういないゴミだな。これだけ捨てよっか。うん、これなんかもったいないけど、めっちゃもったいんだよね。何に使える？そこに金魚とか買ってね。捨てよっか。捨てよっか。これも結局遊びで使うか、生クリーム泡立てるための氷水入れる要因として活躍するか、それくらいしか出番がなかったので手放します。あとは新居で使うので引っ越しの段ボールに入れておきます。自宅からイケアが遠いので行った時は観光地気分でついついはしゃいだものを買いがちです。こちらもその一つ、ガラスのグラスです。買ったはいいけどなんせ割れやすいもんで、子供が小さいうちは食卓に出ることがありませんでした。これが欠けちゃってんのでこれだけ捨てます。新しい家では食器をしまうスペースも増えるし、食卓のテーブルも大きくなるので使える食器の幅が広がりそうな予感がします。実は押し入れの奥にどでかい爆弾を抱えておりまして、それを最後に皆様にお見せして一緒に爆発してもらったところで今回の動画を終わろうと思います。それではご覧ください。 IKEA の買わせる力は半端ない。アフタヌーンティーのケーキのあれです。 IKEA で展示されているものに一目惚れして、ワイも一丁やったろうと思って買いました。くそ、これドライバーとかいるんだ。え、しんど。アフタヌーンティー中止。だる。無理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 。アフタヌーンティーに一番向いてない人が憧れだけで買うとこうなります。毎度毎度組み立てるの無理だよね。無理すぎるよね。可愛いのに。何に使うの？これなんで買ったんだろう。何に使うのこんな。アフタヌーンティー。あー費用だよ、もったいない。誰かアフタヌーンティーパーティーする人いるかな。これはリサイクルに出してみよう。あとは組み立てたけど使わなかった段ボールが無駄に場所を取っているので、これを潰して本日は終了です。この押し入れを持って我が家の引っ越し前の断捨離はひとまず終了です。今回もごっそり不要なものを減らすことができました。ゴミ袋一つ分もっそり。じゃあこれから夕飯作ってきます。本日もご視聴ありがとうございました。引っ越しが控えているのでしばらく動画投稿はお休みになります。引っ越し準備の様子などは引っ越しが落ち着いてから投稿しようと思うので、その時にまた見ていただけたら嬉しいです。